ということで、まあ、休んでたのは、まあちょっとその休む前ぐらいかな。多分ヨガソロって配信してるぐらい、配信したちょっと後ぐらいの配信だから、ホールガイズの配信かな。あの、ホールガイズの配信の時に、ちょっと前まで、ちょっと前っていうか、まあその、ホールガイズの配信も、まあその、なんていうのかな、胃腸炎というか、まあ、体を壊していて、まあその多分配信を見てくれてて、前後の配信をあの見てくれてた人間様はわかると思うんだけど、そう、胃腸炎になってしまっていて、そう、ちょっと体を壊していたんだよな、そこら辺から。そう、多分そこら辺の前ぐらいのソロ配信だったかな。なんかちょっとソロの放送で、ね、ちょっとうまく寝れてないっていう話をしたと思うんだけど、覚えてるかな。そう、ちょっと睡眠がうまく取れないというか、そうそうそう、あのね、3時間ごとぐらいに起きちゃうっていう感じの体が、そうそう、そういう風な感じになっていて、でそこからだんだんとちょっとずつ体を壊してしまうというか、なんていうかな、胃腸炎も治りも結構遅くて、そう。で、まあ、そっから崩し始めていったんだけど、まだ治っているわけではなくて、まあ、眠れないとかは、まあ、ちょこちょこあるんだけれど、そうそうそう、そっから、ちょっと配信を休むようにはなっていて、そう。で、体を、ちょっとまあ、治ってきたかな、ぐらいの時だったんだけど、まあ、放送もまあ、全然できていなくて、で、予定的にはね、ツイートしたかったんだけど、なんていうかな、ちょっとツイートしづらかったのね。なんか体をすごい壊してる、心配もかけちゃうっていうのもあったし、なんていうのかな、放送、で、なんかツイートできるなら放送もできるだろって思われちゃうのかなっていうのもあった、んだけど、でもツイートしないのも良くないよなって思ってたし、っていうのもあったのね。そう。で、運営さんの人間様と、運営の人間様と、そう、マネちゃんとかとお話しして、まあ、ツイートした方が、多分人間様たちも安心するんじゃないかなっていうことで、まあ、ちょっとお話を何回かした後に、ね、昨日、おとといかな、おとといツイートしたんだけど、そう、その、休んでいる間は、メンバーとかと、お仕事とかで、その2期生と会ったりとか、まあ、収録とかもあったりとかもあったんだけど、まあ、そこでちょこちょこに、みんなとね、会って元気をもらったりとか、一応ね、みんなと、あのね、そう、ご飯をあまり食べれていなくて、ご飯を食べないのはまずいと思って、みんなと一緒に会った時にね、ちゃんと一緒にご飯を食べたりとか、そう、みんなにね、心配をかけていたので、お話をね、聞いてもらったり聞いたりとかいろいろしていたんだけれどっていう感じかな。そうごめんね、心配かけてね。そう、ツイートしようかな、あのね、なんて言うんだろう、ちょっと怖かったのもあったんだよね。そう、なんか、なんて言うのかな、なんて言うのかな、ちょっとあのツイートしづらかった、なんて言ったらいいかなっていうのもあったっていうのはあるんだけど、そうそうそう。なんて言ったらいいかな。もう、要はね、その、体壊してて、早く治したいっていう気持ちがあったの。で、なかなか、こう、治らないっていう、なんていうのかな、もどかしさと、あとね、なんだろう、新しい、こう、なんだろうな、みんなすごい頑張ってた、頑張ってるじゃん、ホールライブのみんなって。そう、だからちょっと休んでる、ちょっと休んじゃったなって時に、こう、すごいね、置いてかれちゃう気分になったの。すごいみんなが頑張ってるから。よも頑張んなきゃってすごい焦ってたのね。そう、焦ってたから、余計こう、なんていうのかな、空回りしちゃったっていうか、そう、どうしようどうしよう、でもうまくいかないし、でも治んないし、どうしようみたいな。そうで、ちょっとね、世の癖でね、なんていうのかな、自分でいっぱいいっぱいになっちゃったというか、なんかよく癖がね、あってね、なんだろう。こう、いっぱいいっぱいになると、頼るとか相談するっていうのがね、ちょっとできなくなっちゃうかな。まあ、ちょっといろいろ、焦って空回りして、こう、
塞いでいた、塞いでしまったというか、うん、ちょっとね、落ち込んでいた時期がありました。で、こう、どうやってみんなに、こう、ツイートとかで、こう、言ったらいいかなっていう、その、最初の、こう、踏み出す一歩っていうか、が分からなくて、そうそうそう。なんか別にみんなが頼っ、なんかこう、手を差し伸べてくれないってわけじゃないし、みんながすごい心配してくれてたし、そう、マネちゃんとかも、大丈夫ですかとかすごいね、言ってくれたから、そう、湯が行けなかったんだけど、そう、ちょっと、なんだろう、頼るのが怖くて、ちょっとね、うん、ちょっと、うまくいかなかったので、ちょっと、あの、違う、泣こうと思ったわけじゃないんだけど、ちょ、ごめんなさい。うん、あのね、そういう理由がありました。はい。そう。あのね、すごいメンバーのみんなもね、大丈夫って心配してくれて。そう、あの、みこちゃんの動画とかでも、あの、予算ができてなくて、すごいどうしたのかなって、そう、心配かけちゃったと思うんだよ。そう、別に全然みこちゃんのね、そう、帰りを、いや、もう待ってたし、そう、あぼらかちゃん、ありがとう。ありがとう。そう、みこちゃんでもね、動画送れていなくて、すごい心配かけちゃったと思うんだけど、全然ね、みこちゃんの帰りを待ってたし、すごいね、あの、個別で、個人でね、お帰りなさいっていうのと、そう、いろいろお伝えしたんだけど、動画ではね、載せられなくて、そう、全然みこちゃんには、あの、個別でね、お伝えしましたという話です。はい。ということでね、はい。まぁ、ちょっといろいろあったんだけれども、ちょっとずつ、頑張っていこうということになって。はい、頑張ります。いや、頑張りますというか、休んでいたというのは、そういう理由というか。うん。まぁ、ちょっとヨガさ、休んでいる時にも、ちょっとさ、いろいろあったじゃん。フォロライブでさ、いろいろあったじゃん。なんかそれもあって、いや、どうしたらいいかなってちょっと思っちゃったりとかもあって。うん。そう、ちょっとね、重なりに重なってしまったっていうのもあったんだけど。うん。でもね、すごいみんなにね、助けてもらって、はい。2期生とのみんなもね、初めてオフコラボしてね、すごい楽しかったからさ、そこでもちょっと元気をもらったし、うん。おとといかな?おととい?ん?昨日かな?昨日かおとといにも、ちょっとファームズのメンバー、うん。ファームズのメンバーとも、なんか一緒にご飯を食べに行って、そう、みんなね、そう、あれ、ね、みんな、こう、応援してくれて、大丈夫だよみたいな。そう、あのね、なんか、自信なくしちゃってさ、要は、なんだろう。あのね、すごい自信なくて、よ、なんかね、すごいみんながさ、すごい輝いてるから、今頑張んなきゃって思ったろ。なんだけど、うまくいかなくて。でも、すごいね、よ、分かってなかったんだけど、人間様たちがこんなにね、なんだろう、心配してくれるというか、なんだろう、そんなに大事に思ってくれてたんだって思ってね、すごい嬉しかったの。そう。だからありがとうございます。そう、だからよ、頑張らなきゃなって思ってるんだけど、ね、なかなかみんなに伝えられてなくて。そう。ね、いつもヘラヘラしてるから。でも頑張ろうと思います。そう。うん。なんか泣くつもりじゃなかったんだけどさ、ヨムさん。でも、違うんだよ。だから、ヨのペースでね、ちょっとずつ頑張っていこうと思う。うん。なあ。そう、なんかね、みんなすごい褒めてくれたの。要はね、そういう、こういうところがいいところなんだから、自信持ってって、すごいみんな応援してくれた。みおちゃんとか、もうすごいね、応援してくれてね。うん。いや、すごい自信持ってた。
ちょっとだけど。そう、みんながね、褒めてくれて、いいところを教えてくれて。今全然わかってないというか、そう、自分が思っていないところまでね、そう、みんなここがいいとこなんだよって教えてくれて、あ、そうなんだって。そう、いいところがね、全然自分で見つけるのが要は苦手だったからさ。うん。だから、こう、いろいろみんなに教えてもらえたのがすごいでかかったと思う。うん、そう、すごいみんな、あったかいです。うん。だからね、でも、頑張ろうと思います。ね、ちょっとこけちゃう時もあると思うんだけど、これからも頑張りたいと思います。はい。